ってるね。お、あ、あ、びっくりした。え、割れた？なに？いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はサンダーバード2号&救助メカの第29号を組み立てます。じゃらーん、大きい。この左側、右側、あの反対側が届いて反対側届いてます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでのサンダーバード2号&救助メカの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。間に合わないよいしょ、あれ開かない。お、いいね、よいしょ、パカ、わあ、ピカピカ。これ結構ね、手の油がついちゃうけんね、あの綺麗に、あの、あんまりベタベタ触らないようにしたいと思っちゃう。はい、ということで作っていきます。頑張っていきまーしょい。じゃあちょっと見ていこう。なんて読む？ちょ、削岩ユニットって読むかな。左部分が完成となりますよ。はい、頑張ります。じゃあ点付けでいいですよということで、接着剤を点付けで、で内側に外壁を取り付ける。はーい。内壁、これが外壁で、内壁がこれで、こうだね。2個あって。こっちはよくわからんけど、多分この辺。はい、じゃあちょんちょんとして、こっちもピッピッとつけて、お、どこかにはまる。あ、はまった。OK、できた。そしたらこれをコンテナの、よいしょ、じゃん、あれ、片っぽ外れてる。よいしょ、こっちと、はい、こっちがこのままこうか、こうですよ、できた。うん、こうだね。 OK、 両サイドの溝に収まりました。で、こっちの側面パーツは取り外しができるように接着はしません。はい、これで、あ、終わっちゃった。完成です。 OK、 じゃあ次、あ、ここの中にね、見えてた、ちょっと一回外しましょう。これを作っていきます。ここにね、今待機
待機してました。よいしょ、よし、じゃあこれで保管します。じゃあまず削岩用ドラムとショベルの組み立てということで、このギザギザのやつとこのギザギザのやつを取り付けます。どっち向き？こうとこうだね。この線と線をこうだね。はい、接着よ、点付け。よいしょ、あららら、手に刺さる、痛い。え、入らん、入った、おー、いかついね。そしたら痛いな。このドラムカバー裏面の爪をショベルの2つの穴に通して引っ掛ける。こう持ってこれを引っ掛ける。こうだね。引っ掛かってる？もっと奥までかな？引っ掛ける。あ、できた。そしたら、前後に引いた状態で固定します。はい。OK。で、これにドラムカバーの裏面と表面を密着するように接着します。これをこの状態で接着します。大丈夫？接着しちゃって、こう引っ張った状態でここに接着しちゃうね。じゃあはみ出た。よいしょよいしょ、この状態でくっつけて、合ってるよね。で、さっきのギザギザをえ、大丈夫かな、これちょっと乾かした方がいいのかな。さっきのギザギザをこう持って、これをこの穴に差し込みます。はい。で、完全に差し込んだら、カバーを取り付ける。ドラムカバーを穴に差し込みます。完全に差し込み、カッターの反対側がドラムカバーに収まるように、あ、いいよね、これで。ここは
こは何もなし。何もなし？いいの？いいか。じゃあ次ね。これをこの飛行機みたいなやつをここにこの形に取り付けます。ピピピピと。この飛行機をここに取り付けます。で、これで削岩用のドラムとショベルマウントが組み立て完成です。はーい、ここはいいのかな？ちょっとわかんないけど、これでいいみたい。じゃあ次ね、このシリンダーの左右の四角いこことここの穴にダンパーを取り付けます。ダンパー、あ、これ切るんだ。おっとっとっと、切る？これか。このちっこいやつ。これを切ります。いきなりちっちゃいわ。よいしょ。ここカットして、これを接着とは書いてない。左右ないかな。これをここにはひっつけます。これ接着しないの？絶対取れるよこれ。接着してあげよう。もう一個。これも接着してあげよう。よし、できた。はい、じゃあこっちはこれで完成。そしたらこれに、これをここにやる？やるの？え？だってこっちは、え？あ、違った。この上だ。上の穴にこうやって入れて、んで、こっちはちょっと広げつつ、広げつつ、よいしょ、できた。あ、爪が痛い。あ、逆？あ、合ってる？合ってるね。こう、あ、あ、びっくりした。え、割れた？何？え？
なんか変な方向だったかも。バキッていった。あ、なんかここがえぐれてしまった。こう、なんか変な方向でやってしまった。ごめんなさい。違うかな、もともとかな。ここもなんかガサガサしてるし、わかんない。どうだったかな。絵もここガサガサしてるな。私のせいじゃないかも。よし、じゃあこれでシリンダーが取り付けられました。はい、そしたら次はこれ L と R があって、これをくっつけていきます。R、R、L、L 左ね。で、これも接着どうだろう。L、違う、R、L、で、接着だ。これのこの L と R どっちから見て、 R と L か、こう見て R と L、 R と L ね、こうね、ここに刺します。接着、違うわ、向きはこの向きだ。 OK、 じゃあ L 刺します。よいしょ、入った。で、ここに接着でこうやって刺すんだって。ここも接着しちゃうの。じゃあもうここは動かないんだ。可動式じゃなくて固定式なんだ。固定式っていう言葉があるかわからんけど、ピト。じゃあこれ固定ね。はい、じゃあそーっと右行きましょう。入るかな。入らんかったら削らんといけんもんね。あ、入る。よし、じゃあここ入れて、よいしょ、よいしょ。あれ、入らん。あれ、あった。大丈夫かな、歪んできそうな感じ。入ったことでいい。ちょっと入ってない、入ってないよね、これ。極、どうしよう、どうやって力入れていいか分かんない。許して、無理だ。なんかいい方法があったら教えてください。ちょびっと入ってない、この隙間。そしてこっちは固定しよう。固定式、ピッピッ、ちょんちょん付け。あ、こうやって動かしちゃったらこっちが取れた。もう一回こっちも入れようか。ちょんちょん、ちょん付け。よいしょ、できた。
手は動かさないよ。できた。ショベルカーじゃないけど、なんていうの？これでもここは動くだけ。あ、え、なんだろうねこれ。ここは何、どういう状態？これもちょっとわかんない。あとでなんか固定すんのかな。でももう何もないけん終わり。わかんなかった。また次回なんかあるかもね。なんかこれ全部これ組み立て終わるかなと思ったら、あの鷹の爪じゃなくて何だったっけ、爪の赤じゃなくて鉄の爪か、鉄の爪、ど忘れしちゃった。鉄の爪タンクが今回完成すると思ったら完成線だったので、また次回っていう感じみたいです。はい、探索では週に2回模型作りの生配信をやってます。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょよ。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。探索でした。バイバーイ。探索の動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではレアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そして、チャンネルの登録がお済みのあなたは、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。